お疲れ様スラットです。今日はこちら遅延スキラ進化ゴブリン乗り入りやっていきます。さあゴブリン乗りがですね、まあ進化したというわけで、まあ今日も使っていくんですけど、まあ今んところそんな、はい、特別強い感じはないですね。はい、まあけどもペッカやメガナイトやまあゴレア、まあ、単品で来ると、はい、まあこんな感じでね、閉じ込めてタコ殴りにして、溶かしますよっていうので、まあ相手を選べばだいぶね活躍もできるんじゃないかなといった形ですかね。まあサイクル1なのもいい部分かなと思います。そしてですね、アイスウィザードがなんとバランス調整によって強化されました。さあこちら画面のね右上のこのチラシみたいなのを押すとバランス調整内容が見れるんですけども、今回は何枚でしょうか、わかんねえけど、はい、たくさん9枚ぐらいかな、はい、調整されました。は、うん、9枚か。そのうちの1枚がねアイウィズってことですね。まあ他にもなんかエレキも強化来たり、なんかウィズ系のね調整結構されましたね。はい、ちなみにアイスウィザードは攻撃の範囲がね広くなりましたっていうので、ウィザードとかと同じぐらいの範囲になったのかな。なので防衛でね今までよりもだいぶスローを与えやすくなったって感じかな。はい、まあ他にもねエレキの召喚ダメの範囲がねレイジと同じとかになったのかな。はい、結構広くなったとかもあって意外とおもろい気はしてます。はい、というわけで進化ゴブリとね、強化されたアイウィズ、まあどんなもんかやっていこうかなと思います。まあここ最近スケルトンラッシュはまあ正直、まあ、ジャイプラスのスケラとか、まあ、ちょっと変わったなんか迫撃プラスのスケラとかはあったんですけど、この遅延スケラデッキはねマジでいなかったな。なんでだろう、ゴブリンドリルのデッキとか強すぎて、多分スケラでなんかちまちま守ってる場合じゃねえっつってなった気がします。はい、まあトルネでしばいてもいいんですけど、まあしなくても良さそうか。さあ、まあ普通に、これは進化してない檻ですが、ほどほどに優勝ですよと。で、このスローの範囲がまあ広くなったって感じですね。さあ、アイウィズを生贄に、まずはキング起動して、守りをね、はい、しやすくしていきます。もう相手ダガーがあるか。まあ一倍タイムは無理せず、はい、遅延スキラーはね、守って、基本的にね、2、3倍タイムからユニット残った状態でスキラ打つのがまあ強いんで、まあそういう部分で言うと、1倍タイムから早めに進化、ゴブリンの檻を出せるっていうのは、ちょっといいところかもしれないな。さあ、ジャイスパ。もう進化ですからね。4コスの割には早い。さあ、ここを守れるかどうかなんですけど。守れるかな。いやー、あーちゃ。ワンちゃん、ボーポイも欲しいな。あー、ボーポイしちゃいます。で、相手のあれも進化なのか。でもこれさ、ちょっと良かったりしない?で、これスパーキーを、まあ、適当に止めて、さあ食べて、プリンセスタワーが、おもろすぎ。プリンタワーの竹が変わるんだな。オリがね、食べた瞬間に、ないものとして扱われちゃうんで、後ろのユニットを溶かせるっていう部分でもちょっと強いかな。なんか今のシーンだけを見るとね、うん。正直俺の中でオリーはそんな評価高くないです。はい、なんならこの進化してないアイスイズの方が使い勝手良さそうな。いて混ざりにくいんだ、嫌だな。まあ関係なく、あースケラ打っちゃってもいいが、アーチャーもいたんだよな。打っちゃっても良かったですけどね。これポイズンに溺れさせたいな。さあ溺れさすことに成功で、まあ通常のオリー踏んでもいいし、なんでもいいな。からの?じゃあまあ、一旦守るか。で、この、ああ、いい配合やな。アイスイズの範囲が広くなってるとか思ったんですけども。え?ちょ、もう一回守ろうかな。いや、アーチャーマゾニックってさ、ちょっとだるいんだよね。どっちも。いや、進化ゴブリー、あんま先出ししたくないが、するか。いや、位置が低いのは、ただただずれただけ。いや、でもこれ美味しいんだよな。でも俺食べたらいなくなるのか。あ、でも檻が壊れると食べないんですよね。それまずいよね。まあ別に、俺ね、てかポイズン打たなくたって良さそうか。難しい。あ、でもここさ、今、まとめくさいた。いや、行っちゃおうかな。進化ないとだし。なんでやねん。そんないいカードあんのかよ。まあ、ダガーなんでね。ちょっと寝ちゃうし。ちょうど、
次折りがあるんでと思って、あー攻めなくてもよかったけど、いいダメージ入ったっすね意外と。いやこれ普通に折り使いたいんですけど、なんかせっかくならゴブジャイとかにね当てて食っちゃったりも、近くなっただけやん今みたいな見ちゃうと、なんか食わない方が良かったか。でこのまあ範囲が広くなってんで、このトルネもいらなかったかも。で HP10% 増えてますね。いやいいよナイス折り、あとはもう適当に守ればいい。折りもいて棒ポイしてもいいっすね。いやなんか攻めのポイズン13レベルのダメージなんかはさ分かんねえよな。なんか檻に寄せてあげて、まあ、ナイトもいる、いっぺいいるわ、なんか怖いなマジなんかでも食えるよお前。え待ってマジやばい、なんか食ったことによってさ近くなったんだけどいやなんか檻そのさちょっとだけなんて言うんだろう、たまに相手が得する場面があるんですよね。それがなんかなくなればさ、普通にちょっと手前から出てくるとか、檻が壊れた瞬間に。それがなくなれば、だいぶ良さそうなんだけどな。利的なんだよね。めちゃめちゃタワーにへばりついてたんですけど。いや、その調整やったら、なんかめっちゃちょうどいい気すんだよな。だって今引っ張ってたのがさ、ペッカとかだったらもう一発殴られてるわけじゃないですか。さ進化してない檻だったらまあ普通に壊されて受けれてたじゃんってなっちゃうんで、なんか難しい。まあ一応、あでも一応中から出てくる檻が打たれんのか。なんか、なんか、まあ進化しただけね、ありがたいと思ってない。てか相手さ今回ブラスターだからさ、もうスキャラ適当に打ってきゃ勝てるぞ。えあ着衣リトプリコ、まあ防備打ってもいいんですけど、まあいやこれめちゃめちゃ熱いぞ多分。どうなんだろう、これ食べますよ。え、おもろくね、おい、これリトプリ俺芝居とかよかったのかな。えいや今のちょっとおもろくない。またリベンジゴブリンにすると墓石じゃなくて、まあ、ちょっとこうねペッカの受けが苦しいミニペッカとか、なんかそういうのを食えるってなったら意外と良かったりもすんのかななんて思いもしちゃったりするんですが、まあ適当にスケロットだけ相手きついでしょ。まあ棒ポイもあるけど、もうキングギターをしてるんでね、無視でも良さそう。リトプリしばいていやースケラちょっと強いな。いた、キンキしてんだけどな、思ったほどか。優秀じゃないですか。まあ折り絵置いて、なんか危ねえな、檻置いてよいしょ。もう後ろからねアイスイズやベビドラとか出しまくって、光栄、まあリトルプリンスですかね、もう芝居たらもう相手は勝って、ね、ベビドラ手届かないんでね。ちょっとやだ、檻が、せっかくの檻が暇してはいる。いやでもちょっとおもろいんだよなこれ。いや長生きだなあんた、まあ、スケラ打つだけ強いよなと思いながら意外と怖いんだ。いやいいよベビドラ、よいしょ。ああ工場がちょっと、でもこのアイズの範囲がねこれちょっと広いんですよ、ま
普段からアイスイズ使ってない人だとあんま分かんないかもしんないんですけど、今のねちょっとだけ広かったんですよね。はい、これ食べれたりすんのかな。あの近距離じゃないと食えないんで、普通に突進受けるか。進化本やだな。こっち撃っちゃおう。なんか撃っとくだけで多分相手きつい。この範囲も広くなってます。絶妙ではあるが、あーリトプリ残っちゃった。まあまあえ俺勝てるよなあんま壊されたくない。いやもうおとなしく耐えますか。結局このデッキの強いところは耐えることなんで。マジ下手すぎるこのポイズン。これもうマジ食うのさ、なんか違和感ありすぎてさやりづらいな。いやーマジで相手スキラきついだろうなブラスターの弊害が。さあもうこっからは適当に単品打ちスキラして、相手は削れなくてみたいなね。まあでもこれ遅延スキラの強みなんでね、もう本当に最後にスキラ打ちまくっときゃ勝てるんで守ることさえできればね。いやなんかでも檻のなんか防衛に慣れなきゃいけねえな。なんか進化ゴブリンの檻がね、その敵ユニット捕まえて中で懲らしめてる時にしっかり後衛に何滝が行くだとか、え、ここだっけ、なんか細かいところを把握できてると多分もっとねいい防衛もできたりしそうなんで。いてんな入りすぎたな。よいしょ。さあ、まあ、今回の相手は親衛隊のもじゃもじゃデッキですね。本当に最近増えたなこれ。まあだからそうなるとゴブリンの檻の活躍がねどうだろう、難しいかも。え、ごめんなさいポイズン。まあ俺の罰としてこのためは許してください。まあ今回の相手はねゴブリンギャング的な結構もじゃもじゃデッキなんで、そのスキャラ打ったとて、まあゴブリンかギャングか、まあそれこそ親衛隊とかで簡単に守れちゃうと思うんで、まああの本当に1倍タイムまでは耐えたいなっていう。いやこのアイスイズの範囲ちょっとマジで広い。今ロケコにもかかってた。もう痛えなマジ1枚タイム痛すぎる。しかもダガーで無視されるんでね、相手は毎ターン10割で攻めてダガーで適当に回収してっていうデッキだな。進化ロケコーと、なんかなんだろう、進化オールブレイカーかな。まあどう、いやほんと新鋭の時には弱いんでね、なんかその辺も強化されねえかなみたいなめちゃめちゃ強化待ちっす。オリなんも出てこないや。え、意味わかんねえじゃんこの状況で落ちんの。まあアイスイズのそのスロー効果のね、なんだろう、範囲が広くなったの、まあほんとちっちゃいっちゃちっちゃいんですけども、結構ね、なんだろう、それこそコウモリの処理だとか、まあ、スケブの処理だとか、まあ、あとちょいちょいね絶対活躍する場面はあるんで大事だと思うっすね。アイスイズ試合中に結構出すと思うんでね、こういうデッキだったら特に。たまたま後ろのユニットにねスローかするとか、まあ、近くにいるコウモリ全部処理、まあ、ガゴ群れとかの防衛とかもっすね、明らかに楽になると思うんで。よいしょ。まあ守ってカウンターでスケラポイズン打つだけですね。はい、エリゴレだから、エリゴレの防衛とかもね
だからトルネでさ、逆サイドにニットも無理やり持ってきて、アイウィズの範囲でとか、なんかそういう処理も強そうなんで、ちょっと期待値高いっすね、アイスウィザードは。延命したかったな。で、ボイドもね、ちょっと修正されました。こういうアイスウィズがさ、強くなったとかない。いや、だからどれにいらんかったな。もう檻がなんか、え檻が、ちょっと待って、見せた。あ。檻がさ、強すぎてさ、エリゴレってこんな止まったっけ？最近エリゴレにぐちゃぐちゃにされてってさ、エリゴレやーってなってたんですけど。やば、こいつかわいそうすぎる。牢屋に閉じこもってる自分で。かわいそうで悪いが。あ、で、ボイドの調整内容は、単体1体の火力は落ちたんですけど、逆に相手がね、7体8体いった時のダメージ上がったっていう感じですね。最大火力は落ちちゃったけど、最低火力は上がったよって感じかな。でも、アイウィズ、マジで多分、アイウィズの範囲が広すぎて、棒ポイとかとの組み合わせもさ、良くなってる説。説どころじゃねえか、良くなってるか。え、エリゴレの棒は結構楽になってない？エリゴレ嫌いすぎてすげえわかるんだけど。このデッキが、そのエリゴレに対してちょっと強いのもあるかもしれないんですけど。マジでぐっちゃぐちゃにしてる。ポイズン打ってスケラいらないもん。あ、檻がナイス。いい、アイウィズの、あ、てかで、ウィザードもね調整されて、なんかめんどくさいことに通常時のウィザードがあれで死ななくなりましたね。ポイズンでか、だいぶ厄介な。なんでこれで突破されてんだ、意味わかんないですね。そのウィザード、進化ウィザードの、まあ、シールドの HP が下がったんですよ。シールドのライフがね。なので、まあ、今まではウッドやザップでシールドはげなかったんですけど、まあ、これからウッドやザップでシールドはげますけど、その代わりになんか下方しすぎかなっつって運営がはい、じゃあ通常時のウィザードの体力を上げようじゃないかっつってポイズンで処せなくなったんです。いる？どんだけウィザード好きなんていう運営さん。はい、まあ、なんでさっきねウィズにポイズンってもうミリ残したんでちょっとめんどいな。うん、このデッキだとまあ最後タルーとかね、まあ打てばいいんですけど、なんか普通にミリ残られんのは事故を生むんでやめていただきたい。保険が来た。ウィザード使いに怒られねえからの運営の保険の調整がね、ちょっと強化しとこうかなつって、なんなら強くなってないかって可能性あるかな。さあ1倍タイマー引き込みます。俺相手めっちゃマスカーって言ってくれてんだろ。マスカーつっとくか。おめっちゃまさかって言ってくれてんだけど、おもろいな。51693ね、何の数字なんやろな。コマがねえな。まあ禁忌します、豚来ないで。よし、さあ新エテログかな。相手も進化ゴブリン乗りや。さあ禁忌したら相手のロイフが簡単に守れるようになりますよと。 LSP いいね。さあ新鋭対ロイフね、まあ檻が強化されたんでね。さあ守りますか、守れるかな。さすがにこういうのアイスイズね、今までよりも守りやすくなったんじゃないっていう話よね、だいぶね。まあ、それは当たんないか。まあ、ここ俺許容したんで、まあスケラ打ってポイズン打ってもいいけどね。進化ゴブリンの檻どうなんやそれは。今のは活躍してたんか。引っ張ってはいたけどスケルトンはね。どうなんやな今の、際どいな。あのこれ進化ゴブリン食えますよね。さあ食われたくないよの
まあこれでコバもやっつけて、さあこれ残ったのにカウンターでスケラ打って、まあ、ザッピーとかにポイズン打ってですよね。でまあこっから攻め取るねとかをねあればやってもいいし、まあ一旦ねまた落ち着いてもいいですね。とりあえず見て、あーいいホバや、さすがに芝居とかロイホグ追加嫌だし、ナイトとか行ってなんかこのユニットの攻めとかも相手してん。お待って、食われる、結構食われてんな。こっちも食ってやれ、いけいけなんか微妙だな、マジ単体にはすげえ強いんだけどな。複数ユニットにはね、まあ今まで通りな。待って、やばい、タケ取られる。いや、アイスウィザード優秀だな。元からか、なんか範囲が広くなったことによってより強く感じてしまう。まあトルネでもいいし、まあ許容して、さあしっかりスケラ打ってポイズンまで打てば、スケラをね完全に守ることはマジできないんでね、進化ゴブリンドリル並みのね、はい、もっとか。いやー気持ちいいな、なんかここまでここまでグッズゲームありがとう、まさか言ってくれるとねいいリアクションすんな、おい、さすがに名前覚えたか、5169ね、数字だけどありがてえなおもろかったな。さあダグネね、いやこれゴレとかだったらさ進化ゴブリン乗り活躍できるから楽しみだな。ダグネとかにもアイスいいしな、ちょっとアイスイズね、あのまあそんな使ってるイメージないかもしれないんですけど、まあ結構好きなキャラなんでね。昔はアイスイズトルネデッキばっか使ってたね時代もあったんでね、ちょっと嬉しいな。まあ1倍タイムは耐えますか。この召喚時スローとかも昔はなかったですからね。さあゴブジャイプリンス、そう考えるとだいぶ強くなったアイスイザード。わあそれさあ進化ゴブリン乗り弱えやんってなっちゃうの。今の悲しくない？ボイドで行かれたら全然その進化の良さが出ないやん。まあ中から出てくるマッチョね、リベンジゴブリン、ゴブリンマッチョくんは HP10% 強化されてますけども、進化はとはいえなんかねちょっと嫌だね。ボイドキングギド頼む。いやーキングギドできてないんですか今の。ナンボランエスイズのスロー、いや早いな走んの、やめて、うわーええんだよ走んのが。これ降りたらマジコストない、危ないんですけど、降りじゃない、ボイドちょっと、あ、取れなるし。ちょ、ゴブリン産みすぎ。タル残って。いや、でかい。いや、この檻とかさ、どうで、今。あー、それは良すぎる、ロケホーやて。今、ゴブジェイが来てもね、みたいな。やべ！なんか、怪しいな、展開が。まあ、まあボイドだったし、ちょマジで耐えます。一旦耐えたら遅延キャラの強みがこっからね、はい、出ますんで、まずは耐えるとこから。しかもボイドだしな、絶対ユニット残ります。まあロケットホームちょっと吐きそうだなっていう感じ。
消去法。いやーマジやべえそれ。普通に強すぎんだよなボイド。いやこれまさに食いたな。しかもいや今度引っ張って処してからスケラ打ってガゴ見たな。やべえポイズン絶対いるよ。いやアイスズ頑張れ。お前は範囲が広くなったんだ。おい気づけばなんでリベンジゴブリンか。いやー粘って耐えたね。甲斐がありますよと。いやマジチェーンスケラほんとね最終盤が強いんで我慢というか、まあ、耐えることができればスケラなんかねどんだけでもチャンスあるんでね。1回のスケラが事故れば3000ぐらいのね、なんなら4000ワンパンもあるわけですからね。とりあえず今耐えます。はい、なんならもうこれタルババとかでさえもう、まあ、正直咲かなくたっていい。まあ咲かなかったら最後に2倍タイム始まる前ちょっと手札が怖かったらね咲いて調整したりとか何でもできる。キングギドこれできるかな。無理そう。無理やな。まあ許すか。ペッカっすね。檻がない。なんかユニット出んの遅くね。俺んちのあれがラギーだけ。今日なんか試合通してちょっとラギーっすね。うん、ああ今のスローがウィザードにも当たれば強かったな。これユウの連盟 してきたら偉いな。うん、逆サイユのとか来ねえかな。キングギドしたいんですよね、マジ。ラムね、ペッカラムか。流行りのね、ボイドプラスの、ザップかな。対空がウィザードだけ ?LSP もあったみたいな。あー、まあ、これ許容か。まあ、いいケツペッカされちゃったっすね。まあ、でもペッカって降りて食えるんですよね、一応。これアイスイズに行くかな。いやマジアイウィズのスローがね食え。おいおもろい。いや俺ちょっと早く壊れてほしかったな。強すぎんなそれ。残りすぎてる。でも後ろ来たマッチョもちょっと強い。いやさすがにポイズン打っとくか。いや後ろ来たマッチョがさ忍び寄るよ。もう一発。いやー惜しい。いやウィズ体力多いて。まあ適当に降りたアイスイズで止まるでしょう。まあこれスキル打っていいな。でウィズにポイズの徹底かな。まあカウンターそしたらあんま来ないんでね。まあ、スケラははみ出てくれればいいな。で、アイスイズの範囲がちょっと広くなってるんで、タワーにまで当たってほしかったが、近畿できてないのはね、俺視点良くないんですけど、まあ、正直、こっからは相手ボイドなんで、まあ、相手の方がきついよねって話だよね。うん、これむず。食べる?あー、え、マジでね。おもろいんだ。え待って今のさ今の。いやそうか近いんだよね生まれてくんのが。マジ覚えてなきゃな。生まれてくんの近いのやだな。いやでもスローが強いねんな。まあポイズン打ったんで次ウィザードワンチャン逆に。いやいいね。やったら相手視点ね5コスがいなくなるんで結構でかかったりもします。キング起動できてなくてこれなんで、まあ、キンキできたらもっと楽だろうな。まあないと言っちゃってもいい。あラムライダーってちょっと重いよね。まあでも近畿には価値があります。
食べれます。やばい、いや食べれる。おい、え待って、食べた、そっか壊れたらやばい。それいやなんか食べたら一安心しちゃうっすね。食べた間ダメージ受けないぐらいのなんか無敵能力だって勘違いしちゃうな。まあ、一応タイブレイクで勝つことはできる。いやなんか怖えな、その今俺が壊されたら目の前にゴースト現れるわ。ほらえいやこれもうちょっと離れて登場してくんないとな。マジで意識いないわ、気ぃつけんとっすね。普通に処理できた時は強いんですけどね。うん、普通に処理できないことの方が多分多い気がする。呪文打たれるとか、まあ、後ろのユニットのダメージが入るとかなんで、結構ああいう場面は多そうなんでね、気ぃつけんといけんっすね。危ねえ、怖えな。一旦進化回しちゃってね。だから目の前とかに置くとちょっと怖いな。ほんと高めとかできるだけ高めの方がいいのか。そうです、これやばい。キングギドある、ナイス、焼かれてくれて助かった。いや1倍タイムからこのスケラはね、もし俺がマザネクとか、まあ縦の戦士とか別に何でもスケラにちょっと強いカード持ってたらフルカウンターなるんでね、よくないですからね。たまたま何もなかったんですけど、僕今さあアーチャーね、インドラちょっと強いな、スケラ対決。まあでもここあーいやもう打っちゃうかな。でもあんま良くないです普通にこのリトプリに処されちゃうか。やべ、まあ、負け筋ですね。まあビビドラタルババで、おフリーズ、んーあーまあ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 、いやアーチャーインドラのリトルプリンスね、まあ、基本的にそのアーチャーがスケラに強いんで、まあ、スケラのダメージ入れるには、まあ、攻めポイズンマストにはなるんですけど、相手の何スケラを守るのに棒ポイ、使うと危ないってことですね。だからでもフリーズあるんでね、結構使いたいな。フリーズなかったらベビドラとかで守れるんですけどね。うん、だるい。まあこれ上タルババで守ってみる。いやこれ一応フリーズケアのして、まあ後から適当でも良さそう。アイフリーズの M2 V1 逆だな。でもこれあーいいインドルだな。進化ちゃんまずすぎんな。いやマジ相手のスケラ対決に強すぎる。まあこれ結局タイです。チェーンスケラは本当に最終盤が強い。ユニット溜まるんでね、まあ相手も溜まっちゃうんですけど、マジで耐えたな。重要なのはアイスイズか。えぐい。まあフリーズこれ打ちたくてもね、相手なんかね打ちにくいだろうかな。いやこうやってねユニット溜まったらユニットで攻めて攻めとるんですね。あーいいフリーズの、まあちょっと削りたかったりもしたが、怪しいポイズン打っちゃったかもねこれ。
耐えれるよ。ナイトとアイスイズ、え、アイスイズのさスケラ防衛めっちゃ強くなってくね、こう見たら。もう下げて、無理やりも行くしかない。いやーこれ強いってちょっとスケラ対決ちょっと強すぎるって相手のデッキ。まあオリーが活躍するときなかったな。でもこういうときに進化の1枚みたいな感じがしてね、ちょっと悔しいな。腐っちゃう、うん、もったいないか。どう考えても進化アーチャーとか進化ナイトの方がね安定して強いんでね。まあでもアイスイズは良かったな。低めのスケラ防衛めっちゃ強いな。スパキね、いやこれに関してはねナイトアイスイズ無駄になっちゃうんでね、打っちゃいたいけど、一応アーチャーマザニク用にポイズン打ってます。まあガガでもいいか、打っとくか。まあ、守れるかは知らん。気合です。まあ檻こういうのに強いんだよね意外と。怪しい怪しいな。マジでいらないトルネではあるけど許してください。マスケラ打ってからポイズンまで打たなきゃよかったかもっすね。ガゴだったし。うっ、でも次のゴブジェなんと進化ゴブリンの檻があります。このグッドゲームどういう意味だおい、教えてみろよ。オブジェは空間な。で、後衛はまあポイズンで溶かせばいい。檻壊されたらまずいな。ボイドとかでさ。絶対来るよ。やばいこれ。あんま食えねえ。なんか近いな、オブジェ。いや守ることはできたけどもみたいな。でも相手の呪文はね、多分そんな大したことないと思うんですよね基本的に。早いことがあったらなれるんですけど、いや多分ないんで、本当にこうだね、耐えて時を待つ。オープン飛車を、いやアイスイズマジで範囲広い。アイスイズ圧倒的にいいな。さあユニットがね残ってきたら、まあ、スケラ打つような顔して別に打たなくたってもいいが、ガゴを処理できたらスケラ打っちゃった方がいいですね。今んとこスケラに対して強いのガゴぐらいしかいないんで。さあゴブジャイ、進化ゴブジャイが秒で解けます。え、うまいな。あ、でも光栄がさあ止まりませんよのユニットぶっぱね。からのね、最後コーススケラ。いや、これが強いよな、相手視点。スケラは守ったとしても、この後ろからね、またなんかベビダルとかが来るのちょっと厄介なんでね。まあ、ポイズン強く。進化折あるんで。さあ、ベビダルが、もうちょっとだけ高めに置いて、スローもしとくか。これいいね。おもろい。長えな。まあ、ここは一旦。って、この槍ゴブリン入んのさ、マジ利的すぎるんだよ。まあ、このなんかビビったらボーボイします。冷静に。
お一発でか。さあ次のポイズン圏内なんで、まあしっかりちゃんと守ってポイズン打って、さあトルネでグッドゲームですよと。まあまあまあ、なんかあのマジ利敵だけね、やりこぶタワー殴んとか、今までだったら殴んないかんな、それ進化してない俺だったら多分殴んのかな分かんないけどまあそういうのを気をつければ、まあ意外と悪くない部分もね、はい、あるんじゃないかなと思います。サイクルが早いのはね、ほんといいところだと感じましたね。というわけで、まあ進化ゴブリンのリーかつ、まあ、進化ウィザードかな、個人的に俺はこいつは輝けるかなと思います。結構ボエでもね、今までよりも活躍できるようになったんじゃないかなと感じましたんで、皆さんもね、ぜひこちらチエンスケラ、まあ、オリ、そしてアイスズ使ってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。押してもらって。